県立芸術文化短期大学の一般入試前期試験では、音楽科や国際総合学科など4つの学科で合わせて144人程度を募集しています。これに対し390人が出願していて、倍率は2.7倍となっています。今日の試験には共通テスト利用を除く251人が受験することになっていて、午前中は外国語と国語が行われています。 音楽科は今日午後、基礎的な技術を問う音楽基礎科目や作曲や指揮の実技試験が予定されています。明日は音楽科に加えて美術科でも実技試験が実施されます。合格者は今月21日午後2時に学内の掲示板とホームページで発表されます。